今回は日本人に知ってほしい動画を作りました。主な内容は保護国と人種差別撤廃です。日本は敗戦によって戦争犯罪を問われ、今現在も非人道的な側面が非難されています。しかし、その当時に一番非人道的な犯罪を犯していたのは列強諸国であり、その犯罪を糾弾したのが日本であったということを忘れないでほしいということです。最初は保護国についてです。韓国は今の時代になっても日本に侵略された日本の植民地だったと言っています。きっと侵略や植民地、そして保護国の概念や意味が理解できないからでしょう。しかし、日本人の中にも違いを理解できない人がいますので、整理しましょう。侵略とは、武力によって相手の国や国の一部を奪うことです。植民地とは、武力を背景にして不平等条約を結ばせ、その国から利益を吸い上げることです。保護国とは、保護される国を守り、発展させる責務を負うことです。2013年の今現在においても、保護国が存在することを知っていますか？その国は皆さんもご存知のモナコ公国です。所得税がないことやカジノや F1 グランプリなどで有名です。モナコの現状からわかることは、保護国というのは侵略や植民地と全く違う政策であることがわかります。モナコを保護している国はフランスです。フランスはモナコの外交権や防衛権を剥奪してきました。剥奪というと抑圧されるように感じることでしょう。しかし、権利を与えないということは、保護する国が全ての責務を負うことになるということです。モナコの人口は3万6千人です。もしモナコが他国からの侵略を受けたとしましょう。しかし、残念なことに3万6千人の国民だけでは、防衛することができずに侵略されてしまうことでしょう。だからこそ、保護国という制度が必要なのです。併合時の日本と韓国もフランスとモナコと同様な状況でした。しかし、その当時の朝鮮の状況があまりにもひどく、またその当時の世界情勢が混沌としていたため、日本が軍事的に保護するだけでは不足していたのです。このため朝鮮を防衛するとともに、朝鮮という国の基盤を整える必要があったのです。朝鮮を保護する施策として実施したのが併合なのです。つまり、日韓併合はアジアにモナコを作ろうとした日本の試みだったのです。同じ保護される国でも、その真意を理解している国と未だに理解できない国とでは大きな差がありますね。モナコに住んでみたいと思う人は世界に多くいることでしょう。しかし、韓国に住んでみたいと思う人はいるのでしょうか？それでは後編に続きます。